速課塾の久保です。じゃあ今日もね、インターネット社会の闇を覗いていきましょうか、えー。今回ね、短期アルバイト募集ということで、どうやらテレビ CM の一部で使われたような画像の風景になってますけども、どうでしょうかね。これをちょっと続けて見ていきましょう。次の画像がこういう風になってます。これ連続した画像です、えー。アルバイトなんですけども、業務内容がスイカ割りで、日給が1人につき2万3000円。 一人につき二万三千円という書き方なんですけども、これがちょっと不可解でですね、一人のニットが二万三千なのか、一人っていうのをスイカ一個を割ると二万三千なのか、ちょっと気になるところですね。これはちょっと保留しておきましょう。そして資格は確実にスイカを割れる方なんで、スイカは結構割れると思うんですけども、まあまあ、体力のある方っていうことなんですかね。そして、目隠し、耳栓、白衣、子宮ということなんで、 ま、目隠しはわかるんですけど、耳栓が必要になってくるっていうのはちょっと聞いたことないですね。これも後わかってくると思います。じゃあ3枚目の画像ですね。はい。参加予定が札幌市の方、熊本、四ツ谷、これ何て書いてるんですかね。わかりませんけども、この3つから参加が決まっているということです。これは参加予定っていうのは、アルバイトに参加する方ですかね。19歳から59歳まで幅広い年齢が、 幅広い地区から集められてるっていうふうに見えますねはいじゃあ4枚目ですかねはいえー、これちょっと難しい字なんで分かりにくいですけども周辺に赤い液体が残ります病気等を懸念すべき点が多くございますので絶対に触れないでくださいと。 で、後ろ、バックにはね、スイカ割りに使ったと思われてる棒と、それを握る手が見えてますね。つまり、スイカ割りの途中で大きな音がワーンとなるけども、すぐ静かになりますよっていうふに、近所の方に、えー、まあ、連絡されてるってことかなと。えそして、周辺に赤い液体が残るの、まあ、スイカ叩くんでそうでしょうね。しかし、スイカの液体に病気等が懸念されるってのはちょっとわかりませんね。ちょっと次の画像を見てみましょうか。 あ,あもう終わってますね。あと1枚画像があるんですけども、これは何でしょうか。ちょっと見てみましょうか。これは砂に埋められた男性が、ちょっと白目を向いてるようなところが伺えますけども、今回のアルバイトと何か関係があるんですかね。はい。まあ、こんな感じでね、今回のアルバイト募集は終わってますけども。 前回も軍手を落とすアルバイトっていうのがありましたけどもああいう仕事と何か関係があるんですかねえそして1人につき2万3,000円っていうのは追加1個終わると2万3,000円っていうふうにも見て取れるんですけどもそうなると最後の男性の白目を向いた姿っていうのがなんとなく結びつくんですよね、うん、皆さんどういうふうに思うでしょうかそれでは